い、じゃ次、熊手スカーリングです。で、指ね、こう曲げてください。この形ね。この形にしてね。で、こっから上ね、上はもう全然使えないんで、主に手のひらね。手のひらで水を捕まえれるようにさせる、スカーリングですね。そこの感覚を養うためのスカーリングです。はい。で、スカーリングは前だけでもいいし、こうミドル、ラストのね、フィニッシュね。そこまでしっかり変えていくスカーリングね、今日はやってもらってますね。で、この熊手をしっかり使ってください。使って、この指で水を捕まえるっていうのをまず制限させて、この手のひらね、手のひらをでしっかり水を捕まえれるようにさせるっていう、そういうトレーニングですね。はい。まあ、スカーリングもね、人によって、どこで水を捕まえるかって、どこが、指先のこのところが得意な人もおれば、手のひらが得意な人もおれば、ね、まあ、いろいろね、全体を使ってね、水を捕まえるのが得意な人っていうのが、まあ、結構ね、分かれると思うんで、ね、で、それの、まあ、部分的なもんね、ここの手のひらので水を捕まえるっていうのを、今、しっかりと意識させるスカーリングになってます。熊手、もう一回熊手ね、これ熊手じゃないみたいなんですよね。あと、みんなから突っ込まれてんけど、まあ、一応こういうような形で指を折ってくださいね。はい。で、これでスカーリングね。はい。はい、OK。